6人が行きました。この後がゆっこさんです。これは辛すぎる。その後2人今ラップアウト食らって、その後3人いますね。彼女の後ろ3人です。いけいけ頑張れ。そのままそのままもう行くしかないよ。それからまあどの順位で終えるのかというのは非常に重要になりますね。くわーきつい展開だ。ゆっこさんの後ろがもう半周開いた。この3人この3人待ってたら確実にラップアウトです。もう単走で行くしかないです。あのモップスの選手が待ってたら絶対にもうラップアウトです。